悪魔の目視録は、高橋美幸による日本の漫画作品。月刊、サスペリアにて、約16年かけて連載された。単行本は、同社、ホラーコミックスより、全30巻。文庫版は、同社、秋田文庫より、全19巻である。修道所の義母に育てられた、藤木沢龍花は悪魔を倒す力を持ち、人類を破滅から救うために生まれてきた、救世主であった。 望まずして与えられた己の使命と能力に苦悩する毎日であったが、そんなルカを助けるために神から選ばれた仲間がいることを知る。神に授けられた仲間と力を合わせて魔王の息子と戦うため彼らを探す竜鹿。一方、竜鹿の一つ年上で親友だった穂高蓮は実は人間を堕落させ目白くの到来を現実のものにしようと企む魔王の息子であった。 目視力の到来を阻止しようとする救世主、龍華と彼を助けるため神に選ばれた仲間たちの戦いが始まる。やがて最後の選ばれし仲間をめぐる戦いで意外な真相が明らかになる。霊の中の人間の人格こそ最後の仲間だった。人類の存続を望む龍火らと堕落を格索する魔王の息子、その死闘の末に龍華が 最後に選ぶ道は、魔王の息子にしてみれば救世主である竜火自身も神のお使いである。つまり、救世主である竜火と選ばれし、仲間の総勢12名で神の使徒である。ありがとうございます。